戦闘が長期化する中で、ウクライナでの子どもに関する情報が新たに入ってきました。お願いします。はい、こちらからお伝えします。CNN は20日、国連機関の情報として、ウクライナでロシア軍による侵攻が始まって以降、150万人の子どもが避難を強いられたと伝えました。また、子どもだけでも少なくとも150人が死亡し、160人がけがをしたということです。 これまでにウクライナから逃れてきた人は合わせて330万人以上に上っているということです。